いやでもね、やる気にならない、やる気が出ない。もうね、ゴミとかもうめんどくさいから、もうほこりゴミだったらもう床下落とします。はい、今畳をはぐりました。いやでもかなりね、湿度、床下の湿度抜けてきてて、まあこの家ならではなのかは分かんないけど、はい、古い新聞来ましたね。これが、これ多分あの当時のもんだよね。ほら、昭和45年6月12日で、いやすごい、誰だよこの鼻くそほじってる。これは昭和45年6月10日すげえな。いや、なんだ、ダットサン、サニー。なるほどね、ダットサンカーできたのこの時代なんだ。昭和45年6月10日、また。まあ、多分同じ日なのかな。あ、全部6月10日だね。マジかよ。巨人江夏を攻略、高橋は完投、阪神4連敗。昭和45年6月11日、懐かピー。すげえ、リアルタイムだよ。うわー、リアルタイムだよ。新日鉄名古屋、すごいな。まあ、あとはちょっとここの床下、ここは床はぐんなくていいかな。この上から捨て張り貼って、捨て張りでいいか。まあ、あとここかな、この柱とこの柱を、ここからこうやってもう仕切っちゃうんで、今ここを廊下にして、ここをどうしようかな、自分、ここ俺の部屋になるのかなっていう感じです。チャットルーム、チャットルームにしようかどうしようかっていう感じですね。で、まああとちょい、まあちょいね、ここ半分ぐらいかな。こっから畳1畳分ぐらいで廊下にして、まあここを、この部屋を宿泊室にしようという感じです。はい、あー、やっと、あー、やっとも見えてきた、木さん見えてきた。うん、はい、分かってきたぞ。じゃあだとしたら、ちょっとやるべきことは、作業スペースと余計なものを取り除くということであるということが分かってきました。ので、ちょっと不用品処分してこようか。はい、今日5月の7日かな。はい、まあ大体作業の進捗こんな感じですね。本来ね、やるかどうか迷ってた作業をとりあえずこことここにはやってみようかなと思って、とりあえず試しにこっちやりました。まあ、やったことっていうのは、あの防風塗料を塗ってます。まあ床の上に塗ってもお前仕方ねえだろっていう話だけど、結局これ下にも、あのなんだっけ、
床下カラットとか床下の湿度調整剤は入れます。やっぱりその全体的に床下は湿ってるんで、うん、やろうかなって感じです、念のためね。で、床下これはぐった面があるんだけど、はぐる、あ、これからはぐるけど、これ板を戻すときにひっくり返して、この防腐剤の塗布された面が床下に向くようにひっくり返して板閉じていこうと思ってます。まあそうすれば多少はね、シロアリはどうせ来るけど、まあ大丈夫っしょっていう感じです。はい、な感じで、まあ本来ここ今日閉じてるはずなんだけど、ね、いかんせんこのこっちもね、板をはぐるって時にここにあった襖のレール、あれが下でこの床の板がね分かれてないっていうことに気づき、結局余計にはぐり、でここに、まあ、作業用スペースというか物置スペース置いてちょっと効率よく作業していこうかなっていう感じになってます。はい、ただ結構ね壊したいところが出てきちゃって困ってますね。多分棒ぶっ壊そうかなって思うけど、そんなにぶっ壊したばっかりいると時間がないんよ。でぶっ壊してばっかりでも俺がやっぱり DIY 初心者だし初めてだから、初めての DIY で致命的なことをしてしまったらやばいので、ちょっとここら辺は今年はやめておこうかなと思ってます。はい、なんで一番の難題というか作業の難易度の高いやつとしては、ちょっとここの天井を抜いて、二段ベッドを完璧にしてしまおうと思いますね。はい、まあ、だいたいこもり心地、引きこもりじゃないよ、外こもりプレイスなんで、こもり心地がいい二段ベッドにしようと思ってます。では今日はこれで終わりです。